都会の雑踏から解き放たれて素顔の自分を見つけられる場所、秋田とつながるワーケーションプロジェクト。さあ、秋田で本当に大切なものを見つけませんか？2020年、世界はコロナウイルスに翻弄されました。そうした日常の変化の中で注目されたのが、ワーケーションと呼ばれる新しい仕事の仕組み。それは仕事をする場所を限定せず、より快適に新たな体験を通してリフレッシュしながらオンとオフを有意義に切り分けること。冬の兼団コースはコワーキングスペースでのワーキングから、作業する場所が変わってもネット環境が充実していれば作業に支障はありません。逆に言うと、いつもと違う環境が新しい発想を生み出すこともありそうです。参加者が訪れたのは横手市のミュージアム、横手市増田漫画美術館です。ここは全国でも珍しい漫画の原画を展示保存している場所。地元出身の漫画家矢口貴雄先生が漫画の原画の価値を見直そうとの思いで建設に尽力された美術館。日本を代表する著名な漫画家たちの作品、その貴重な原画が展示されています。趣向を凝らした展示の仕方にも注目です。漫画にあまり興味関心がない人でも十分に楽しめる施設、横手市増田漫画美術館。ここでしか手に入らないオリジナル商品も盛りだくさん。ぜひ訪れてほしい場所の一つです。横手市増田町のもう一つの見どころが内蔵のある町並み。明治大正期に建てられた重厚な内蔵が町の随所に残されています。でこっち側が女堂、こっち側が男堂、レディーファーストで女堂を閉めなければ男堂が閉まらないのです。ちょっと形が違いますよね。
大体まず形は同じです。こういうところに、ヤグ、要するに布団類が入れてあって、ここのうちは小さいので針が1本しか入ってません。大きな人だとこれ針2本入ってます。この増田の場合は内村は家の中の一部の座敷の一つって考えて、2階が納戸で1階がまあ座敷とか物置みたいにして使ってたっていう。豪雪地帯として知られるこの地域では、大切なものを保管する蔵を家の中に建てることで代々伝わる財産を守ってきました。蔵とは呼ばれていますが、暮らす人の生活に密着した空間でもあり、冠婚葬祭などの儀礼もここで行われてきたと伝えられます。内蔵はかつて商業の要として栄えた増田地区の栄華を今に伝えています。大体まず構成は店があって、長場があって、難度が、難度っていうか要するにそこ仏間ですね、仏間があって、次に訪ねた場所は漆蔵資料館。ここは秋田県南部の特産品稲庭うどんの歴史をひも解く貴重な資料が展示されている場所。虹パの魅力は何だったら材木ですか。これだけど材木の蔵はおそらく日本全国に行っても何件もないという、見どころ一言で言うとほとんど節のない木を使ってます。これ説明してくださる館長さんの秋田弁にも癒されますね。そして内蔵の2階に上がると、そこには目を見張る立派な梁が。作りとしては真ん中がこれ杉です。杉の一本木、天然杉15メートル。当時の主の財力を見せつけるような木材の数々。天然秋田杉を贅沢に使用した建築美は他ではなかなか見ることができません。次の体験は雪国ならではのもの。参加者が訪れたのは横手市にある秋田ふるさと村。鎌倉祭りの町横手市の総合観光施設での体験は、冬の秋田、冬の横手ならではのもの。鎌倉作り体験です。鎌倉職人が手に手に道具を持って集まってきました。3人おりますから、継ぐながら産業を進めてください。一本半ぐらい、とりあえず進めていきます。はい、はい。実際に鎌倉にスコップを入れて穴を開けてもらうこの体験は、実は秋田に住んでいる人でもなかなかできない貴重なもの。
お、なかなか上手ですね。この日は天候に恵まれて、うっすら汗をかく作業になりました。うん、で、これが大体、はい、センターなの、はい、センター、センター、うん、これにこう木足はあそこに置いて、はい、掘っていくと、はい、こうならない。あ、なるほど。およそ450年の歴史を持つお正月行事、横手の鎌倉。伝統を守るため、そして多くの人に安全に祭りを楽しんでもらうために、鎌倉職人の指導にも力が入ります。いつの間にか鎌倉作り体験をする皆さんの周囲にはたくさんの人が集まってきました。参加者のスコップさばきも板についてきたようです。参加者の質問に丁寧に答える鎌倉職人さん、鎌倉愛があふれています。きっと県外から秋田を訪れた人にはこうした会話が一番の楽しみなのかもしれません。冬晴れの一日、鎌倉作り体験は参加者の皆さんにとっていい汗と少しの筋肉痛を伴って忘れられない作業になったのではないでしょうか。おやおや、職人さん、これはミニ鎌倉ですね。冬の秋田でなければ体験できないことたくさんありますね。再びコワーキングスペースで仕事に集中する参加者たち。秋田でのさまざまな体験が気分転換となってより作業が進んでいるといいですね。ワーケーション、それはワークとバケーションを組み合わせた造語。日々の仕事の合間にこれまで体験できなかったことを積極的にする。そのために作業をする場所は限定しない。だからこそ新しい発見があり仕事に生かされていく。新しい日常の新しいワーキングスタイル。ワーケーションという新しいワークスタイルはまだ始まったばかり。でも参加した人たちの表情からは充実した日程だったことが感じ取れます。秋田でワーケーション、場所と時間の制約を見直してそれぞれに合わせたワークライフバランスを考える。よく遊び、よく働き、よく学ぶ、体験することから見えてくる新しい日々。秋田とつながるワーケーション、あなたスタイルのワーケーションを秋田で始めてみませんか。